このダイスチルで3段階目防御が上昇しているし、こっちのドラパルトをもともと耐久型に調整してあるので、ドサイドンの第6ぐらいじゃ倒せないんで、よろしくお願いします。耐える耐える、ポケモン楽しい。どうも皆さんこんにちは。ゴーストタイプ統一パーティーといきり散らかしていたにもかかわらず、スーパーボール級に上がった途端全く勝てなくなり闇落ちしたマフマフです。ゴーストタイプだけに、まさしさん対戦よろしくお願いします。勝てない。勝てそうな試合でも急所に当たるし、はい失礼しました。相手これトリックルームですね。ブリムオンが初手だった場合は裏にドサイドンかクワガノンは確定だと思う。3匹目はもしかしたらトリックルーム以外のポケモンを使ってくるかもしれない。これトリックルームがブラフで、キリキザンとドラパルトあたりが初手で出てこられた時のために、初手はギルガルドでいきます。バタフリーは多分複眼眠り粉型だと思うんですけど、まあ、こっち先制技覚えてるポケモン多いし、まあ大丈夫だと思う。シャンデラもいるしな、選出してこないでしょ。大丈夫大丈夫。ミミッキュミミッキュかな、ミミッキュかな。物理しかいないけど、もうここはちょっと本気で行かせていただきます。よしやります。まさしさん対戦よろしくお願いします。なんかカブレザイさん溶かして膝から崩れ落ちてるみたいな。大丈夫か。人生いいことあるといいね。これから君に訪れるのは敗北だけどな。よろしくお願いします。さあ相手の初手はブリムオン。よかった、とりあえずよかった。対するこちらはギルガルドで、ここはアイアンヘッドでいいと思う。相手は気合の助けだと思うんですけど、次のターンで鍵打ちで倒してもいいし、キングシールドでトリックルームのターンを稼いでもいい。裏1匹はドサイドンだと思う。さすがにクワガノンを連れてきてないと思うな。キリキザンかドラパルトを、まあ、3匹目に入れてるんじゃないかなという感じですね多分。ここ普通にトリックルーム張ってくるよね。ね、大丈夫だよねこれ。ドサイドンに交代して弱点保険発動とかやられたら結構やばいと思うんだけど、いやまあまあ順当にアイアンヘッドで行こう。バトルスイッチ、ブレーンフォルムチェンジ、アイアンヘッド。いいダメ。お、気合の助けは、これは結構ヤバめなのでは。え待って、トリックルームじゃないとかそういうあれ、いや普通にトリックルームパーティーっぽい。何なんだろう。まあいいや、続けましょう。ここは多分相手ダイマックスを切ってくる気がするから、まあ、キングシールドでダイマックスのターンを受け流そう。はい、相手の方はダイマックスを切ってきましたね。いやドサイドンの物理耐久かなり高いから、うん、まあ、シャンデラとか入れておいた方がよかったのかなと思いつつシャンデラとかで突っ張っても多分倒せないで返り討ちに遭ってたと思うんですよね。なのでここはギルガルドとミミッキュで受け流す。バトルスイッチ、シールドフォルムチェンジ、キングシールド。すいません、ライブ期間中でちょっと声がガラガラしてて、うまくキングシールドと言えませんでした。相手のダイアース弱点技だし、弱点保険も持ってきてないんだけど、いい防御力じゃない、いいんじゃないこれ。ダイマックスのターン1ターン削れた。ダイアースの追加効果で相手は特防が上がる。相手はもうこちらが出してきそうな特殊アタッカーへの対策だったり、ギルガルドで打点があることでダイアースを選んでいるんだけど、実はこちらは物理アタッカーしかいない。相手の方はわざわざここでダイスチルを打って防御を上げてくるっていうことはやれないと思う。かといってギルガルドがキングシールドなしでダイアースを受けることは多分無理だと思うから、まあここはインファイトで削っておきますか。ブレードフォルムチェンジ、インファイト。いや硬すぎ、これ硬すぎない？ HB 振ってるドサイドンってこと？はいはい、やりました。はい、何で忘れてたんだろう、忘れてたー、やばい。これやったかもしれない。弱点保険ね、いいよね弱点保険、いいアイテムですよね。僕も
使いましたよこの間。やっばい、やっばい、これはどうしよう。とりあえずミミッキュで一回耐えよう。ダイマックス終わらせよう。始まってしまいましたね、これは。やらかしてしまいましたね、これは。どうしよう。ここドレパン打っても剣の舞やっても意味ないよね。待って、大ウォール、大ウォールかな。ダイマックスして大ウォールして相手のダイマックス終わります。こっちがダイナックルで攻撃を積んでって倒せないか。大スチールで防御上げられるのが一番やばいから、ここは大ボール。相手大スチールでしょこれ。なんとかしてくれ、この局面を乗り越えてくれ、ミミッキー。ふん、ドーン、ももこ、すごい鳴き声だな。そんなこと言ってる暇ないんだけどな。大ボールで相手大スチールでしょ。ダイアース、あ、鋼の技覚えてないのか。さっきすごい語っちゃってめちゃくちゃ恥ずかしいんだけど、まあこれでダイマックスのターンが終わります。こちらはダイナックルで弱点をつきながら攻撃を上げていく、それしか勝ち筋がなさそうでござるな。もう行きましょう。力を見せろダイナックル。おお、結構入るじゃん。結構いいんじゃないこれ。あれ、これ次のターン倒せるのでは。ヘドサイドの地震、これは化けの皮で不正で、これでっかくなってる時可愛くない。コテン、ミミキュってさ、下の部分が本体なんでしょ。三角形なのかな、おにぎりみたいな形してんのかな。これ相手裏がドラパルトだったらこのダイナックル交代で透かされちゃうんだけど、裏が切り刻んの可能性もあるし、まあドサイドンを普通に倒すことを考えてダイナックルで。さあどう出る。なんだ、守る。まあこれで確かにダイマックスのターン終わっちゃうけど、一応ダイナックルはちゃんと発動するのでここで攻撃が1段階また上がります。ドサイドンみたいな、なんか足の遅めのアタッカーに守るを覚えさせるっていいのかな。アイアンヘッドとか覚えさせないのかな、どうなんだろう。まあでもミミッキュは仕事をしたでしょう。お疲れ様です。心なしかいつもより首が傾いてる気がするけど、ここはもうドレインパンチでいいでしょう。ん、 HP も吸収できるしドレパンで、よし、ドレインパンチ。つまりどういう仕組みなんだろう、これなんでパンチして HP が回復するんだろう。ドレインパンチをミミッキュに採用してるのは、なんかこういう不利な局面を乗り切るためだったり、まさかの気合のたすきとかを持たせて HP1 だけ残って化けの皮2枚目ですみたいなのを演出しようかなと思ってました。一回も成功したことはない。相手は誰だ、誰だ、カイロス。クワガノンか。いや、僕も育ててあるんですけど、特攻が145あってめちゃくちゃ強いんですよ。でもね、素早さがめっちゃ遅いから多分トリックルーム想定だったんだと思う。まあここはじゃれつくでいいかな。頼むよ、いけ、じゃれつけ。 NO NO、そういうとこだよ、そういうとこだよ。ちょっと今自分が強いポケモンだからって油断したでしょ。ポケモンキャンプでいっぱい猫じゃらしで遊んであげたじゃん。なるほど、ボールで遊びたかったのか。わかった、この試合が終わったらボールで遊ぼう、いっぱいボールで遊ぼう。頑張れ、よし、よくよく頑張りました。あのドサイドンの局面を乗り切ったのはすっごい偉い。対戦ありがとうございました。みんな助けてくれ、負けが10を超えてしまった。対戦相手が見つかりました。エーリカさん、よろしくお願いします。それでもゴーストタイプ統一パーティーを、統一パーティーを、
はい、どうもマフマフです。今回はですね、僕の心が折れてポケモンができなくなる前に僕がボックスに預けていた無敵のポケモンたちを連れてきました。今日はみんなで遊んじゃうぞ。はい、すいません、ゴーストタイプ統一パーティーはちょっとお休みです。勝ちに行きます。相手の方のポケモンはカバールドン、ドリューズ、リザードン、ゲンガー、オノノクス、ドラパルトと、リザードン以外はヒヒダルマでなんとかなる気がするので初手はヒヒダルマ。一応ドラパルトもいるしゲンガーもいるからドラパルトは連れてこう。どうしようかな。まああとはミミッキュキラーのオノノクスがいるんでやっぱギルガルドにします。はい、この3体でいきます。僕の手持ちの一番上にいるトゲキッスっていうポケモンが初手でダイマックス切ってきて弱点保険発動させて止められなくなるみたいなのが多くて、それに対してカバルドンを出してくる、耐久も高いしあくびとかでごまかしてくるっていうのが多分多いと思うんですよ。でそれを誘導させたい、そのためにわざわざ手持ちの一番上にトゲキッスがいるんですけど、そもそもが持ち物も弱点保険じゃないし今回のバトルで選出する気はないです。完全なるハッタリであそこにいます。バトルはすでに始まっているのだ。おし、やるか。はい、エリカさん対戦よろしくお願いします。顔が似てますね。好みが合いそうですね。よろしくお願いします。リザードンは嫌だ、リザードンは嫌だ、リザードンは嫌だ。カバ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 カいただきます。行ってこいヒヒダルマ。私の顔覚えてますか？トラウマにして差し上げましょう。ここはリザードンがいるならリザードンに引いてくるかもしれないけど、リザードン以外はみんな刺さるし、リザードンも実際等倍だし結構入ると思うから、ここはつらら落としでいいと思う。つらら落としで行け、見せてやれ。つらら落とし、強すぎる、強すぎるんじゃないかこの雪だるま。このヒヒだるまもさ、実はゴーストタイプみたいなのない？逆さから読んだらゴーストタイプだったみたいな。ヒヒだるま丸だ。ヒヒ、はい、相手の方はリザードンですね。リザードンだよね。ここが一番きついんだよな。ここダイマックス切ってきてダイジェットで素早さを上げてくると思うんですよね、まあ、それでもヒヒダルマは耐えられないから、まあ、ここはダメージを与えるだけ与えて次のターンでドラパルトでダイマックス仕返します。ここはそのままつらら落としでだよね。止められるかなこれ、結構きついんだよな。うわー、巨大化した。ヒヒダルマも怯えてるな。さすがのヒヒダルマも怯えているな。初代の赤緑からずっと人気なリザードンさん、スマブラだと不思議そうの方が強いという。つらら落とし、おお、仕事するね。いや十分だよ、十分やってくれたよ。ありがとうヒヒダルマ、ゆっくり休んでおくれ。あー、この辛そうな顔を見ると勝たなきゃと思う。勝とう。ここはドラパルトで、うん、いやドラパルトでいきます。最強のドラゴンを思い知らせてやるのだ。いでよドラパルト。ででん、ここはアドを狙いに行くよりも確実に倒すことを考えた方がいいので大フォローを打ちます。ドラゴン技が飛んできたら美味しい。さてどうなるかな。さあドラパルト力を見せろ。トゥかっこいい、あまりにもかっこいいので静かにしていました。来た、耐久に振っているドラパルトは落とせない。そして弱点保険発動、これが最強のドラパルト。大フォロー、止まらないぞ、もう止まらないぞ。攻撃が2段階上がったドラパルト、快進撃が始まる。さあ相手のポケモンはなんだ、相当高火力でハイスピードじゃないときついよ。ドリューズ、いやドリューズはいける。なんとこのドラパルトは V
物理攻撃に強く調整してあるのでござる。スカーフで上を取られてもドリューズの攻撃ぐらいだったら耐えるはず。耐えた。ありがとうございました。大フォロー。はい、これがうちのパーティーで今大活躍してる弱点保険型ドラパルトでございます。対戦ありがとうございました。今シーズンももうあとちょっとで終わりなので、こんな感じで遊ぶ動画も撮っていこうかなと思います。また次回、バイバイ。